そうです。マシャームチチャンネルさあ、今緊急で動画撮ってるんですけども、なんとベテランチが岩井社長と揉めてるっていうことでですね、はい、まあ今生配信中なんですけど、ちょっともう視聴者の大喜利みたいなのがめちゃめちゃ面白くて、コメント大喜利がもうちょっと笑っちゃって、ちょっと今落ち着けなきゃいけないんですけど、今まあもう夜中生配信中ですよ。はい、どうもですね、キング本田さんですねがすごい状況というか、受験生版タイガーファンディングですごいバズったんでしょ。バズって、まあ、確かに切り抜きみたいなのは TikTok でね回ってきてはいるんですけど、受験生版自体は見てないので、もう表示されないように設定してますから、はい、出てこないんで全く知らないんですけど、 TikTok の切り抜きがすごい回ってきて、それがバズって、でベテランチのチャンネルを見てますから、ベテランチのチャンネルでそう出てきたですね、その本田さんがね。で、ああこれ多分なんかイチャモンつけられるだろうなって思ったら、案の定イチャモンじゃない、恫喝って書いてあったな。恫喝ってどういう意味なの、そもそも。脅して怯えさせることか、そうなんだ、だって言ってて、そのねベテランチに DM が来たって言ってそれ上げてたんですけど、いや動画内で3秒ぐらいその受験生版タイガーファンディングの映像を流したからっていうことらしいですね。3秒でそんなこと言われるんだと思ったけど、まあまあまあ単なるイチャモンでしょうね。いわゆるね、そのバズってるものに便乗されるの嫌がりますから。そうだから、まあまあ無断転載だって言ってましたけど、最初の受験生版のやつって僕らのチャンネルで出すはずだったのに、なんか令和の虎チャンネルに無断転載されてたけどな。あ、まあそれはいいですか。まあダメです、そのベテランチ、そのね人気ある人、数字取れる人を使ったらそれ怒りますよ、許可なしに使ったら。そりゃ当然のことですよ。だって僕はね、チャンネルにそう藤川天ちゃんが出てることに対してめちゃくちゃ、ね、岩井社長怒ったわけですから、すごいめちゃもちろん大喜利が面白すぎて、はい、それすごい怒ってね、配信でもねカスみたいに言ってて、まあベテランチもカスって言われてましたけど、そういう感じですから、それはねせっかくの稼ぎ頭を取っちゃダメですよ。そんなレバラントはだって何回も何回もね、その後に緊急配信とかなんとかみたいな感じでね、いろんな形で何度も出したじゃないですか、そのキングに関して、はい、出してたじゃないですか。そうだから、せっかくのもうコンテンツですか、キラーコンテンツですから、ダメですよ、それ勝手にね取ったら、それは怒ってくるに決まっているわけですから、まあこれはねしょうがないかな、ベテランチが言われるのはっていう感じかな。まあ僕も同じですからね、藤川さんの時に全く同じのを味わってますからね。DM で恫喝されたってね、その DM を上げてましたけどね、ダメですよそんな DM とか上げちゃう。はい、 LINE が既読にならないのでこちらに入れておきます。今日中にあの動画を削除さなければ、しなければでしょうね、あなたを徹底的に糾弾します、覚悟しておいてください、徹底的に行きますから。だってこれはどうなんですか、恫喝ですか。僕に送られてきたやつですけどね、藤川さんのね動画がこうバーンとバズった時に、僕はまあサブチャンネルの方でね言ったわけです。あの申しの結果は嘘だと思うっていう風にね、言ったわけです。はい、でそれに対してね、でそのあの動画が上がった後に、ああだこうだ志願者に対して言うのはダメですとかって言って、いやいやいや言ってる人いっぱいいるじゃんと思ったけど、そう、彼が嫌いな人が志願者に対していろいろ言うのはダメですって、令和の虎だったら違反ですよ。いやだから令和の虎には出てないから、僕あれは受験生版タイガーファンディングでうちのチャンネルで流れてた動画ですからね。でまあまあまあこの件をね発端に、まあ結局あの松原さんに著作権があるっていうふうに決まったんですけどね、まあそれもなくなっちゃったんで、もうはい岩井さんの方にあるんですけど、で僕はだから自分の言ってることは嘘だと思わないし、間違ってると思ってなかったから消さなかったんですよ。そしたらね、ほら今日中にあの動画を削除しなかったら徹底的にあなたを糾弾する、その覚悟でいてください、はあどうぞって思ったわけですね。私は何とも思わない、おい森田さん俺と戦うか、やるならやるぞ、かかってこいやだって、で何とも思わなかったんですけど、だから松原さんからお願いです、動画消してください、できないですかって言って、いやできませんって言って、でそれに対してなんだっけ、で、あ、そうだ、僕を、そうそう、グループからどかしたんだよ、それで。受験生版タイガーファンディングの。なんでみたいな。あなたが主催でもなんでもないのに。そう、俺をどかして、で、みんなどうしたらいいのみたいな。揉めちゃったよ、二人が、みたいな感じになって。で、どかされたから、じゃあもう別に関わりないんだ、もう外れてもらいますって言って、どかされ、じゃあ別にいいやつって。そう、一回動画を出さなかったんですけど、でもう一回上げたんですよ。だから別にもう関わりないんだったら、動画を消す筋もないし、と思って。はい。で、出したら、おい、森田さん、俺と戦うか、やるぞ、かかってこいや、つってね、っていう風に言ってきて、で、別に俺は、そう、だから松葉さんが言っても嫌です、いや、消さないですよ、つって言ったんだけど、どうしてもお願いします。でも、なんとしてでもね、その、受験生版タイガーファンディングに戻らせるので、って言われて、うん、じゃあ分かりました。って言って、すごい松葉さんに頼まれたんで、あ、動画ってね、消したんですよ。で、すごくないですか、ほら。
ね、これ森哲に送りましたって言って LINE 送ってますからね、他の人に。爆笑してますよ、笑ってますよ。っていう感じでね、まあ、いろんなね、LINE 上で、いろんなこうね、根回しが行われてて、全部僕見てましたから、その根回しの LINE も。全部、あなたがやってた根回しで、僕からチャンネルを奪おうとしてる、ね、企画を奪おうとしてる、受験生版タイガーファンティーを自分のものにしようとしてる、全部見てたから、LINE。はい。でも面白いのがめちゃめちゃもうみんながさ、もう裏ライン作り、何この人たちだけのグループ、この人たちだけのグループ作りまくっちゃっててさ、どこでどれを話してるかみんな忘れてんのね。もうだから全然もう繋がってないよ、それ、そこで根回ししてたやつだよ、ここで根回ししてたやつだよっていう風にね、はい、なってて、それも全部見てました、はい、全部筒抜けだったんですけど、まあ、それを見ながら僕は、いやもうこんなの気持ち悪いから、そうそう、だから嫌ですって言って、あ、そう、だから最終的にね、そういうことがあって、だから復活する予定で全部やってたんですけど、まあ、あるミスが起こってね、それによってなくなっちゃったんで、で、一応僕は復帰する予定で、そのメンバーに入ってたんですよ、その後もね。でも、その、まあ、岩井さんがメインになったやつには僕は出ないって言って、だから岩井さんがいないんだったら出るっていう形でやってて、で、岩井さんいなくなって、まあ、はい、行きますみたいな感じだったんですけど、結局、それなくなって、全部、はい、岩井さんのものになりました。で、僕もそのメンバーに入ってたんだけど、断った。だからあれ、なんかクビになったって言ってますけど、いや僕は断ったんですよ、出るの。だから最初はクビになってますよ、はい、勝手に権限のない人にクビにされて、あれ松原さんのものだって決まったのに、なのにクビにされて、で戻すって頑張って、ね、戻すことになったんですけど、あ、なりました。でまあね、そこまで行っていたんですけどって感じでございます。はい、そう、いつかで、ね、出そうと思ってたんでね、はい、これちょうど同じだったんで。そうなんですよ、だからそれダメなんですよ。だからね、その人気のあるコンテンツを誰かが出しちゃうとかっていうのはダメなんです。まあ、YouTuber っていうんですか、もう再生数のことばっか気にしてって言われたけどね、そっくりそのまま特大ブーメランですよ。おめでとうじゃね、まあ別にいいんじゃないですか、あれで相乗効果でこうね、また人気になっていけばいいんじゃないかと思いますし、頑張ってください、どちらも。まあ、あの時もね、だって藤川天さんのところで悪く言って、どうするんですか、藤川天さんがね、もしね、最悪の時代になっちゃったらどうするんですかって心配してくれましたからねって言ってたんですけどね。まあ僕らが抜けた後に最悪の事態が起こりそうに2回もなってますけどね。え、知らないと思ってました？知ってますよ。志願者を守ってあげるんじゃなかったんですかね。一人じゃないしね、その後に。そういう、もうですね、そういう問題になったのね。はい。ということでした。はい。独り言だと思ってください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.